人の乗ってた車が中央分離帯を飛び越えて反対車線の車に突っ込んだらしいんだよね。奥さんの運転ミスって話だけど。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、元気がいいですね。今回みんなと一緒に実験を行ってくれる超能力者の広津浩一さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。広津さん、実験の方どのように行うのか説明してください。はい、まずみんなにはね、最初にこれです。この透視をやってもらいます。このフィルムケースの中にあるものを書かれた紙が入っています。そして、みんなはこの紙に何が書かれているのかを透視してもらいます。全国から選ばれた10人のエスパー小学生が今その力を発揮する。みんなちょっと緊張しているようですね。これやっぱ大人だと自分の意識に働いているわけですよ。ここだよ、ここに集中してみて。そしてフィルムケースの中の紙を強くイメージするの。そうするとね、ふわって浮かんでくるから。このケースの中の紙に何が書かれているかは私も広津さんも知らされていません。今一人の子が何かを書き始めました。それじゃあみんな一緒にこのフィルムケースの中の紙を見てみましょう。はい、正解は20丸でした。はい、正解は20丸だったんですけれども、皆さんよく見てください。外側の丸と内側の丸、2箇所に途切れているところがあります。ちょっと難しいんですけど。いましたね、いましたね、いましたね。20丸はいたよ。はい、君はこの子すごい。あ、矢野かなちゃん、ちょっとその答え見せてくれるかな。みんなよく見て、ほら切れ目も全く同じ位置です。大きさも全く一緒です。すごい、これは本当にすごいことですね。第1問に続き第2問、第3問、第4問と連続して正確に透視した矢野かなちゃん、果たして第5問も的中となるのか。早速かなちゃんが何かを書き始めましたね。さあ、じゃあみんな答えを見せてくれるかな。よし、さあ今回の正解はこういう文字でした。全然違いましたね。今度はさすがにちょっと難しかったかな。疲れちゃったね。この密封されたフラスコの中に水を出現させるという、これです、物質化現象の実験になります。これはこのフラスコの中に水を強くイメージすることが重要になります。はい、じゃあ行きましょうか。はい、非常に難しい実験に集中する子どもたち。そしてこの後、矢野かなちゃんが驚くべき現象を起こす。ほら、やっぱかなちゃん来てますね。皆さんご覧いただけますでしょうか。フラスコの底の方に水滴がどん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 膨らむように溜まってきています。お伝えしておきますけれども、ね、フラスコの底ですとか机の上に仕掛けがあるということは一切さっきの同じ子ですよ。
です。へー。これをやっているときは何を考えてるの？水が出るようにって。水が出てきた瞬間っていうのは、かなちゃんの例えば手がしびれたりとか体熱くなったりとか変化はあるのかな？頭が痛くなってくる。すごい。ひろつさん、これ何ですか？髪の毛みたいなものがありますね。そうですね。これも一緒に出現させたということでしょうね。フラスコの中に出現したものは一体何なのか？矢野かなちゃんの実験で出現した物質の分析結果が出ました。この液体の主成分は水です。動物プランクトンが検出されたことなどから判断しますと、この水は川や湖などの淡水である可能性が高いです。こちらの繊維状の個体は少なくとも動物の体毛であることが分かりました。人間の毛髪の可能性もあります。ただ脳髄質が見られませんでしたので、新生児の毛髪の可能性が高いと言えます。どうも。はじめまして。今日はずっと朝から寝てる状態ですか？お昼食べてからは寝てますね。実験の日から微熱が下がらないというか、まあ、続いてまして、横になってる時間が長いんですね、うん、それで病院では見てもらったんですけど、原因がわからないと言われまして、でちょっと心配してるんですよ。まあ正直言って、あの番組では一度にある実験の量が多すぎるように感じましたね。まして子供ですからね。そういう力を使いすぎたのが原因になってるってこともあるんですかね。どうもアンガールズです。公園のベンチで座っていると足をアリが登ってくるアンガールズです。はいはい。おみこし担ぐときみんなと高さが合わなくてすごい重たいアンガールズです。アンガールズです。はい、今日はですね、心霊スポットであります、はい、とある神社に向かって行ってるわけなんですけども、そうですね、ちょっとアンガールズだけじゃ物足りないということで、女優の松本まりかちゃんにも来ていただいております。こんばんは、松本まりかです。よろしくお願いします。こんばんは。まりかちゃんはもう霊感が強いということで。そうですね。そうですね。どうなんですか、もう物見えちゃったりするんですか？そうですね、よく子供の頃から。ああ、子供の頃幽霊らしきもの。へー、大丈夫ですか、マリカさん？いやー、なんかここはさっきからチリ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 痛いんですよね。なんか痛い、チリチリチリ痛いの？怖えな、なんか良くないんじゃないの、やっぱり行くの。いやいやいや、でもそれは今日はそれを取りに来たわけですから行きますよ。うわうわうわ、ここだ。うわ、ちょ行ってみる？へー、怖いな、本当に。うわ、ちょっとあっち、あっちになんかあるかもしれないです。あっちはなんかね、なんかすごい変な感じがするんですよ。え、お前ちょっとこっち。いやいや、行かん方がいいって。そういうの一人じゃあみんなで行こう、みんなで行こう。え、すごい変な感じがする。え、いやいや、こっち何にもない。ここかもしれない。あれ、ここだ。ちょっとこの辺ちょっと映してもらっていいですか？これこの辺だけなんかすごい木が枯れてない、これ。おー、他のところ全然緑なのにな。あっちも緑だよ。うん、この辺なんだ、この辺一体だけよ。こっちの木もすごいなんかボコボコしてんだけど。うわ、ほんまこれなんか汁みたいなの垂れとるやん。うん、何これ、これ何が出てんのかな、これ。あ、ダメ、触っちゃ。え、触っちゃダメ。やばい、本当にダメ、離れて。あ、ここやばいの？うん、え、なになに、おぉおぉ、あ、怖っ。なになに、